音楽院の看板ナポリ音楽院は南イタリア、ナポリにある音楽院。サンピエトロア・マイエ・ラ教会の複合施設中に一致している。この音楽院はもともと修道院であったサンセバスティアーノの教会に入居しており、1807年に設立されたサンセバスティアーノ音楽院だった。これはサンタマリア・ディロレート音楽院、サントノ・フリオ・アポルタ・カプアーナ音楽院、 ピエタ・デ・トゥルキーに音楽院が合併したものである。音楽院はレアルコンレージョディムージカとしても知られるようになり、1826年以降は、現在の場所に移動して、サンピエトロ・ア・マイエ・ラ音楽院となった。音楽院と隣接する教会は、今日では共に、旧サンピエトロ・ア・マイエ・ラ修道院複合施設の一部で、ある。修道院は13世紀末に建造され、 後のローマ教皇ケレスティノス五世となる修道士、ピエトロ・ダモノーヌ2294年に捧げられた。音楽院の図書館には、ナポリに住み、活動した作曲家の人生や音楽作品に関する貴重な資料が収蔵されている。中には、アレッサンド・ロスカル・ラッキー、ペルゴレージ、チマローザ、ロッシーニ、ベッディーニ、ドニゼッティなどが含まれる。1904年頃に、 有名なチャールダンシュを作曲したモンティはこの音楽院でバイオリンと作曲を学んでいる。他にも多くのアメリカのオーケストラでフルート奏者を務めイーストマン音楽学校の教員となったレオナルド・デ・ロレンツォは音楽院の卒業生である。歴史博物館には珍しい昔の楽器が展示されている。音楽院の正面玄関サン・ピエトロ・ア・マイエラは ナポリの地で営まれてきた長い音楽院の歴史において最も新しいものである。その始まりは16世紀初頭、街のスペイン統治下での俗習化の時期に遡る。当時存在した音楽院は、サンタマリア・ディ・ロレート、ピエタ・デ・ートルキーにサント・ノフリオ・ア・カプアーナと、ポーベリ・ディ・ジェズ・クリスト・ポーベリ・ディ・ジェズ・クリストであった。これらの音楽学校は子供を教会音楽に、 慣れさせる土壌としてのみならず、17世紀の初めに一度は、花開いた商業音楽の世界への養成学校として、名声を博していたのである。1537年創立のこの音楽院は、スペインが有名な総督、ペドロ・アルバースでトレドの下、ナポリの町に勢力を伸ばしてき始めた際には、運営されていた、ナポリ市にもともとあった音楽学校である。また、 初めての宗教音楽の学校である。この学校の卒業生にはチマローザがいる。古地図によると、この音楽学校は町から離れた海際の区画であるボルゴボルゴに建っていたことになっている。このため、学校の建物はナポリに対する南東方向からの攻撃に備えるスペインの要塞として優れた機能を発揮することになった。 この音楽院の歴史は1578年まで遡ることができ、ニコロ・ヨンメリ、ジョバンニ・パイ・ジェロ、ニコロ・ピッチンにアントニオ・サッキーニという18世紀のナポリの音楽における4人の巨匠が輩出している。イタリアのバロック音楽の作曲家、クリストフォロ・カレザーナは1667年から1690年まで学長を務めていた。 当時の建物は現存しており、裁判所であるナポリ正義のホール、キュービカリアの道を挟んで北側に立っている。この音楽院の建物は1583年建造であり、市役所に近いメディナ通りに立っている。今も崇められているピエタデ・トゥルキーニ教会には、4つの主要な音楽院の中でこの学校が果たした役割を解説する名碑が掲げられている。 カンサーベトリという単語は元来孤児や若い女性をカンサーブする場所を表していた。保護されていた彼らに与えられる指示はすべて音楽によって伝えられた。このため、カンサーベトリに今日の音楽学校という意味が生まれたのである。しかしながら、19世紀までにはカンサーバルタウリの学生の大半は孤児ではなくなっていた。 この音楽院の優れた能力は卒業生の顔ぶれを見れば明らかである。ジョバンニ・サルバトーレ、フランチェスコ・プロベンザーレ、ガエター・ノ・グレコ、ニコラ・ファーゴ、ロレンツ・オ・ファーゴ、カルミネ・ジョルダーニ、ニコロ・ヨン・メディ、ミケレ・デ・ファルコ、レオナルド・レオ、ジュゼッペ・デ・マーヨ、ニコラ・サーラ、ジロー・ラ・モア・アボス、パスク・アーレ・カ・ファーロ、パスク・アーレ・リチェリ、ジャーコ・モ・トリット、フェルディナンド・ウルランディ、 ガスパーレスポンティーニ、ジュゼッペ・ファリネッリ、そしてルイージ・ラブラーシュである。この音楽院で教弁を取ったのは、上記の卒業生を含む人物たちである。ジョバンニ・マリア・サビーノ、エラズモ、バルトリ、ジョバンニ・サルバトーレ、フランチェスコ・プロベンザーレ、クリストフォロ・カレザーナ、ジェンナー・ロ・ウルシーノ、ニコラ・ファーゴ、ロレンツオ・ファーゴ、ニコラ・サーラ、ジローラ・モア・ボス、パスク・アーレ・カファーロ、 ジャーゴモトリットラである。この音楽院は、フランシスコ会の修道士、マルチェット・フォッサターロが、1589年に設立したものである。建物はデート・トリブナーレ通りの、サンタマリア・コロンナ教会に隣接している。この学校に、縁の深い著名人は、1620年から1627年に、文法の指導者だった哲学者の、ジャンバッティスタ・ビーコである。 この音楽院における音楽の分野での著名人は、フランチェスコ・ドゥ・ランテ、ガエター・ノ・グレコ、ニコラ・ポル・ポラ、ジョバン・ニ・ペルゴレイジなどである。この音楽学校は1743年11月で並行させられ、司祭要請の神学校へと改祖することになった。1806年、ナポレオンの兄のジョゼフがナポリオンに即位し、フランス第一帝政による支配の時代へと突入した。 帝国においては、修道院の運営方法も大きく変わらざるを得ず、当時3つ残っていた修道院の音楽学校は合併して、サンセバスティアーノ教会の建物一つにまとめられた。これは、現在の音楽院から、そう遠くない位置であった。最終的に、1826年に場所を移動して、現在の音楽院となった。左上から時計回りに、メルカダンテ、ベッディーに レオカバンド、ムーティ音楽院中庭に置かれた、ベートーベン像1808年の成立以後、音楽院は著名な音楽家を輩出し続けてきた、以下に代表的な人物を挙げる、注釈出典。ありがとうございます。